はい、どうも皆さんこんにちは、トップシューのサスケです。今日はですね、不安な就活生っていうテーマで動画を撮っていきたいと思ってるんですけども、今ですね、大変な状況にいる就活生に向けて、今日は動画の最後の方にですね、特集で準備したスペシャル企画の方をですね、発表したいと思ってます。こちらですね、興味ある方は最後に見ていただければ、不安な就活生ですね、少しでも手助けになるような企画かなと思いますので、動画見ていただければなというふうに思ってます。はい、でタイトルに戻りますが、不安な就活生っていうタイトルですね。今ですね、21卒の方々中心に大変な状況かなというふうに思います。すごく不安な気持ちを抱えてね、就活されている学生が多いんじゃないかなというふうに思ってます。で、やっぱりですね、今こういった状況ですと、絶対に大丈夫とか、なんとかなるよとかですね、安易な言葉もかけられなくなってきてるなっていう印象でいます。やっぱそういうことを言っても、なんですかね、もう責任も取れないと思いますし、やっぱり本当にその学生のためになるのかなっていうところがあるんで、そういった言葉をこう取りたい動画ではないんですね。で、しかもですね、特殊のメンバーって、やはり比較的こう売り手市場の時に就活を経験しているメンバーが揃っていて、僕含めですね。やっぱり本当の意味での今回の危機感とかですね、不安っていうものを経験してないメンバーなので、どうしたってですね、やはり、僕らが何を言ってもですね、本当に理解してくれてるのかとか、そう思われる方も多いんじゃないかなというふうに思ってます。なので、そんな僕らでもこうできることとか、伝えられることっていうのが何かなって考えた時に、やっぱりそれでもやっぱりこういった動画を撮りたいなと思ったんで、今動画を撮ってるっていう感じです。で、やはりもう今の状況は本当に大変難しい状況ですし、もう本当に不安に苛まれるっていうのも、もうそうだろうなというふうに思います。で、一つちょっとこう視点を変えてですね、皆さんにこう考えてみてほしいことがあってですね、今の状況って、本当にこう苦しんでるの自分だけかなっていうことなんですよね。それは就活生全体っていう視点でもそうだし、なんなら就活外でもやっぱり今このコロナショックで大変なことが起きてるわけですよね。こんなこと皆さん言われなくてもご存知だと思うんですけども、例えばもう一番こう視野を広げて世界見たときに、アメリカですよね。今感染者数だとも今の1位だと思いますけども、やはりアメリカはもうものすごい状況になっていて、アメリカって経済大国じゃないですか。失業率ってもともとそんな低くはないんですけど、3.5% ぐらいなんですよね。それが今回のコロナショックで最終的に 15% ぐらいまで上がるんじゃないかっていう見立てもあるぐらいなんですよ。相当なインパクトですよね。リーマンショック時でマックス 10% ぐらいだったんで、そこを優に超えてくるんじゃないかっていうふうに今言われている状況です。で、直近の2週間で1000万人失業されたっていう話も出てますし、もうそれぐらいインパクトのある話で、皆さんこう職を失ってるんですよね。で、じゃあ日本はどうかっていうと、失業率はちょっとこう上がり始めたぐらいですけども、影響は出てきてますし、やっぱりですね、こう身の回りでも、そういった話がどんどん聞こえてきてる状況ですね。僕も結構ネットワークは広い方なんで、いろんな産業分野に友人がいますけども、やっぱりですね、苦しんでる人本当に多いですね。例えばこう不動産のスタートアップっていう友人とかも、やっぱりうまくこう、なんですかね、営業が行っていなくて、で、しかも今後もう、なんですかね、売上が立つ見込みってしばらくないじゃないですか。もうどうしようもないわけですよね。でも、新しいビジネスを始めるのか、一旦こう会社を止めるのかとか、そういう意思決定を迫られるわけですよ。他にもいろんな分野ありますけど、僕の身近なところだと、結構そのアーティストとかの方々ですよね。もうライブハウスとかで、ライブとかでこう生きていた方々。そういった方々も、やっぱりもうライブハウスなんか今もう感染の温床なので、当然ライブなんかできませんと。でも一気に収益がなくなって、で、いきなりバイトを始めるわけにもいかないし、もうどうしようかっていう感じになってるわけですよね。そんな例がもう本当無限にあるんですね、周りに。で、そういうことをこう考えた時にですね、やっぱり苦しいのってこう自分だけじゃないなと思うんですね、僕も。で、やっぱ就活期って本当にこうマインドとしてですね、もう本当に就活っていう風になってしまうと思うんで、その中でこういうことが起きると、もう本当にこう落ち込むと思います。本当に大変だと思います。なんですけど、こう視野を広げたらですね、正直フラットに見たら、もっと大変な思いしてる人って多分いるはずです。さっき言った話の中にも出てきた通りですね。本当にですね、そういった30代とか40代とかで失業されている方に比べると、皆さんの状況っていうのはですね、もう圧倒的にまず若いですね。
まだ20代前半というかもう21ぐらいですよね、入卒の方々で、21歳とかですよね、私とか。で、まあ、これからこう職を選べる段階で、その職選びに今苦労されてるっていうステージだと思います。ただですね、やっぱ30代40代失業されると、もうどうですかね、新しい分野への挑戦とかもやっぱりハードル高いですし、もう学習効率もすごく落ちているし、そもそもやっぱ採用する側からしてもどうしても仕事を与えづらいですよね。でしかも自分には家族がいたりとかするわけですよ、養わなければいけない家族とか。そういった状況を踏まえると、やっぱりこう若いで、これからこの経済環境を見ながらですね、自分の身の振り方を決められるステージにある大学生っていうのは、比較的ですね、比較的前を向いて、考えられる、考えていかなきゃいけないフェーズにある方々かなというふうに思いますね。どこまで言っても、僕の考えとか僕の感性で物事を話しているので、ちょっと不快に思われる方もいるかもしれないんですけども、世界にですね、目を向けてフラットに見た時には、そういったような意見になるんじゃないかなというふうに思ってます。まず一つですね、こういった状況があって、辛いのは自分だけではなくてですね、まだまだ、皆さんはこう挽回ができるうちにいると、努力次第で、そういったことをまず一つ覚えていただけたらなというふうに思ってますね。はい。で、二つ目はですね、これは僕は人生ですごい大事にしていることなんですけども、いかなる場面でもこのコントロールできるものと、このコントロールできないもの、この二つですね、この二つを意識して、物事を捉えるっていうことなんですね。今回の、不景気とかコロナショック、もうこれはコントロールできないですよね、マクロ環境のものなんで。なんで、一番人生でやっちゃいけない、損だなっていうふうに思うのは、このコントロールできないもので起きた事象に対して、落ち込んでしまう、行動できなくなる、なんていうかね、不安な気持ちが強すぎるとか、そういうことですね。これってやっぱり皆さんの人生においてもう損でしかないと思っていて、ここをやっぱり嘆いても仕方ないわけですね。で、逆にこのコントロールできるものって何だろうって考えた時に、皆さん何だと思いますかね、コントロールできるもの。これっていろんな答えがあると思うんですけども、まず一番分かりやすいところでいくと、皆さんの時間ですよね。時間はもう景気不景気関係なくですね、皆さんには平等に24時間与えられていて、この時間をどう使うかっていうのは皆さんの判断で決められるわけです。これはコントロールできるものですね。はい。なんで、こういったコントロールできないもので大変な状況下にあっても、このコントロールできるものをどうコントロールするか、最終的にはここで大きな差がついてきます。もうビジネスでもそうですね。例えばその一つの業界がすごく落ち込んでいる状況ですね、これはもうマクロトレンドなんで抗えないですと。ただその中でも生きていく会社っていうのは絶対いるわけで、そういう人たちがどういうアクションをしているかというと、自分の平等に与えられた時間をうまくですね、落ち込むことなく必要なところに投下をして、適切なリターンを得て、成長していって勝っていくっていう構図なわけですね。就活も本当に同じだなっていうふうに思っていて、やっぱり最近本当不安に思うメッセージをたくさんもらってですね、どうしてもやっぱり不安な気持ちが勝ってしまって行動できないです、やる気が出ないですっていうコメントたくさんいただきます。もう本当にもう気持ちとしてはそうなんだろうなというふうに思うんですよね。で、ただこのコントロールできるものっていう観点で時間を捉えて、やっぱりアクションしている層が一定数いる以上、ここで差がついてしまうので、ここで落ち込み続けてしまうというのは非常にもったいないんですね。なので、今後をしてほしい内容としては、まず本当にこう気持ちがですね、上向かない不安だという方々については、一旦ですね、1日2日就活休んでもいいと思ってます。僕は一回就活を忘れるじゃないですかね、どこまで行っても忘れるって難しいかもしれないですけども、本当に忘れるぐらいの気持ちで、本当に自分の他の好きなこととかですね、今こんな状況なんで遠出とかですね、人がいるところには出づらいとは思うんですけども、こう感染のリスクがない範囲でですね、家でできることだったりとか、近場の公園にリフレッシュに行くだとか、そういったことをですね、してみて、一回ですね、もう気持ちを空にしてほしいですね。やっぱりですね、だらだらこの就活を続けていると不安な気持ちで消えないし、リフレッシュできないと思うんですよ。なんで一旦、自分が気持ちを空にするためには何がいいかなっていうのを考えて、人それぞれこれ違うと思うんで、で一旦気持ちを空にしてもらうと。で、ただその空にした先は、やっぱりさっき申し上げた通り、自分のこのコントロールできる時間ですね、これをどう使うかっていうのは今一度考えてほしいんですね。例
えば僕の話、まあ、こんないろいろ生意気なこと言ってますけども、僕が今どういうことをしてるかっていうと、まず僕のビジネス環境でいくと、やっぱりこの YouTube だったりとか、まあ、オサと一緒に会社やってたオサの Excel とかですね、ここの領域は比較的、ダメージは少ない方ですね。あの就活チャンネルですね、ベスト就活ベスト就活チャンネル、トップ就活チャンネルですね、トップ就やってますけども、これが、やっぱりこの就活のオンライン化とかで、まあ、恩恵を授かっているので、チャンネルは順調に伸びているし、まあ、うまくいっていると。でもう一つ、Excel の方ですね。こっちもやっぱり、あの室内にいる人たちが増えているんで、まあ、OSA の Excel の授業も今順調ですと。なので、ビジネス上でダメージは受けてないんですけども、やっぱりですね、さっき言ったような、いろんな、この苦労している人たちとか、友人とかの話を日々聞いているわけで、まあ、そんな中ですね、もう、なんていうかな、もう、油断とか、怠けるとか、そういった気にはもう全くならないですね。全くならない。僕は今何やってるかっていうと、なんか前回の動画で、タツの親指止まってますみたいな話をしたと思うんですけど、タズの親指に今一人で泊まって、仕事でいうと本当に1日14、5時間ぐらい働いてますね。で、別にこの時間とかを自慢したいとかそういうことでは全くなくて、僕は自分のこのコントロールできる時間っていうのを今はビジネスに投下して、就活生のためになるコンテンツを作ったりだとか、まあ、世の中って言ったらちょっとなんですかね、うさんくさいですけども、やっぱりこの社会貢献じゃないけども経済を回すためにビジネスを作っていくというところに時間を投下したいなと純粋に思えたので、もう今起きてる時間はほとんどビジネスに使ってるっていう状況ですね。まあ、そんな感じなんですよ。なんで、まあ、僕の事例をですね、そのまま当てはめて皆さんに何か言うってことはないんですけども、だし、まあ、努力の指標って時間だけじゃないと思うんですね。で、それだけで測れるものではないと思うんですけども、本当に皆さんのこう心に手を当てた時にですね、どれぐらい自分のこのコントロールできる時間をちゃんとした方向に投下できてますかってことを考えてほしいですね。で、その、まあ、この、まあ、精神論はもうこれぐらいにしておいて、具体的にじゃあどういうアクションをしていけばいいかって話をしたいと思うんですけども、やっぱり内定持ってる持ってないでちょっとアクション変わってくるかなと思ってます。内定持ってる学生っていうのは、ここはですね、やっぱりこういう環境で一つ持ってるとすごく安心してしまって油断しがちだと思うので、まず油断しないことっていうのが一つと、でもう一つはこの内定ですね。これをサスケさん、この内定もらったんですけど今の環境どうしたらいいですかねっていう質問結構来ます。これはまずこの内定は必ず今保持してください。辞退しないことですね。いろんなやっぱりまあ人事部の方々の恩とかですね、まあ、会社への迷惑とかいろいろ考えると思うんですけども、今はこういう環境で逆にですね、自分が切られるリスクだってあるわけです。なんでここはやっぱり自分の人生を最優先に内定を保持するっていうのはちゃんと守ってほしいし、保持した上でやっぱりですね、就活は続けてください。できればですね、まだまだ受けられる企業もあるし、この内定がですね、仮に取り消されてしまったという状況があって、将来起こり得るわけです。そうなった時に本当に自分が後悔しないように、できるアクションをしてほしいなっていうのが、これ内定を持ってる人へのメッセージですね。で、内定がない人ですね、これは本当に今すごい不安だと思います。で、不安なんですけども、やっぱり一個一個分解してですね、必要なことを整理してやるべきことをやっていく。これが、やはり内定を取るための近道なので、一個一個整理して一緒に考えたいなというふうに思ってます。まず、ES ですね。ES。でこれは、3月中に締め切りの企業も多かったと思うんですけども、4月ですね、まだ選考を受け付けてる、ES のエントリーを受け付けてる会社っていうのは結構あるので、調べてみてですね、本来の自分の志望のレンジには入っていなかった企業でも、思い切って出してみてほしいですね。やっぱり今後選考打ち切りとか、面接の数が減って十分な経験積めないとかっていうのは、どん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 やっぱり環境は悪化していく方向かなというふうに思うので、やっぱりこの選考を受けている企業の母数ですね、これを確保したことによって経験値の面でもそうだし、やっぱり精神的にですね、安心度が全然違うと思うんですよね。なんでそこはやはり少し目線を下げるっていう言い方が正しいかどうかわからないですけども、従来は受けるはずのなかった企業群とかっていうのもまだ間に合うところはぜひエントリーシートを出してみてほしいなというふうに思ってますね。はい。で、面接ですね。面接でこちらの方は今一度、まあ、これは繰り返しのメッセージになるんですけども、ちゃんと自分を振り返ってほしいのは、本当に対策してますかっていうところですね。やっぱりコメント欄を見てると、面接が中心になって経験値が積めずに結構ぶつけ本番で面接になっちゃいましたっていう声聞くんですけども、やっぱりですね、だったら友人とウェブ面接だったりとか模擬面接とかですね、そういったものを徹底的に訓練するべきだし、お互いに家にいるんだからですね。
これを、まあ、友人だから意味がないとか、そういうことを言う方もいるんですけども、そんなことないですよ。やっぱり大事なのって客観的に見てもらって、客観性を手に入れた上で自分の面接をレビューする、振り返る、で改善していくってことなので、そこに別に、まあ、プロフェッショナルだろうかアマチュアだろうかっていう要素っていうのはもちろん関係はあるんですけども、まあ、クリティカルではないと。よりも自分一人で考えるよりも人に見てもらうってことが大事なんで、ちゃんとウェブ面接でちゃんと印象を聞くとか、ロジックが通ってるかとか、内容に不安はないかとか、そういった部分をレビューし合うっていうのは非常に有意義なので、これをですね徹底的にやってほしいですね、でこれがやれてるかってことで、もう一つは面接の振り返りですね。そういったウェブ面接とかをした後にちゃんと振り返ってますかと。今からでも遅くないです。過去に受けた面接とかで記憶があるものについてはですね、された質問とかを書き起こして、ちゃんと自分が適切な回答をできていく方、これはどういう意図だったんだろうっていうのを考える時間をちゃんと作ってほしいと思ってます、はい、で3つ目がこれは OB 訪問ですね。でこれは今できないじゃんっていうことなんですけど、もう繰り返し動画で申し上げている通り、社会人も今ですね家に暇なんですよ。暇です、めっちゃ。もうインスタめっちゃ走ってますからね。ストーリーみんなめちゃめちゃ上げてる。で、ズーム飲みしかしてない、本当に。それぐらい時間あるんで、やっぱりですね、就活生から、ちょっとお話聞かせてもらえませんかって今言われたら、オンラインであれば受け付けるの社会人めちゃめちゃ多いですよ。で、この機会をですね、ポジティブに捉えて、従来よりもお願いしやすい状況だなと。で、しかも就活生困ってるの社会人みんな分かってるんで、不安だよねと。だったらこう力になりたいなっていうマインドになりやすいフェーズなので、今一度ですね知り合いの先輩の社会人ですね、はい、そういった方々にちょっとお話聞いてくださいということで OB 訪問をしてみる、で就活の壁打ちをしてもらうとか悩みを聞いてもらう、こういった時間も確保できたらいいんじゃないかなというふうに思いますね、はい。まあ、以上3つですね、対策としては ES 面接 OB 訪問で言ったんですけども、他にもできることたくさんあると思います。でただ優先度が高いのはこんなところかなと思うので、まずですねやはり先ほどコントロールできるものは時間ですという話をしましたが、このコントロールできる時間を適切なこういった重要なところですね、ポイントに自分は避けてきたんだろうかと。で避けてきてなかったんだったら今後はどう自分の時間の使い方を変えていこうかということを真剣に考えてほしいですね、はい。で長くなりましたが、まとめますと、やっぱりですね、まあ、僕らも安易に安心してくださいとか、大丈夫ですよ、絶対受かりますとかって言えない状況なので、そこは言えませんと。でも僕らから言えるのは、やっぱりですね、目を世界に広げると本当にですね苦労している方々っていうのは多くて、皆さんはこう若いっていうだけでまだまだ選択肢がある状況、そこをまず認識してもらうと。でコントロールできるものできないものっていうのを整理をして、やっぱりこのコントロールできるもの時間ですね、この配分先っていうのを見直してやっぱりアクションしましょうと。ただそのアクションでこう詰まるものとかですね、メンタルになんかこう疲れるもの、不安があるんであれば1日2日休んでもいいですよってことですね。休んでリフレッシュをして、でまた2日後なのか3日後なのか分かんないですけども、そこから就活を一緒に頑張っていきましょうっていうのが僕からのメッセージですね、はい。で最後になりますが、企画のところですね、これ何やろうとしてるかっていうと、やっぱりですね、もう少し直接不安な気持ちを持っている就活生とコミュニケーションを取りたいなと思っていて、10名限定なんですけども、この動画を見てくださった方々に、僕のツイッターの DM からですね、連絡くだされば、オンラインで、1時間ぐらい、就活相談を受けたいなと思ってます。で構成は一応30分就活相談と30分僕らからいろいろ聞きたいことがあるので、ヒアリングっていうことでやらせていただければなと思うんですけども、10名限定ですね、募集したいなというふうに思ってます。で、募集する際には、まあ、お名前と、大学名と、今こう不安に思っていることとかで悩みみたいなものをこの3点ですね、書いていただいて DM いただければ、その中から10名ちょっと選抜って形になっちゃうんですけども、時間の関係で受けたいなというふうに思ってます。そこでですねやっぱりまあ、もっと今就活生が抱えているリアルな悩みとかを理解した上で、その就活生にはもちろん前を向いてもらえればと思いますし、そこで得た情報をですねもっとこういったコンテンツの方に反映させて、皆さんのためになれるですね、チャンネルにどんどんしていければなというふうに思っているって感じですね、はい。はい、以上ですね。今日はちょっと長くなりましたけども、で、まあ、雑談形式でね、まあ、ちょっと取り留めもない感じになっちゃいましたが、本当に特殊メンバー皆さんのことを本当に考えてます。考えてるメンバーが揃ってるんで、決して皆さんから離れるってことはないですし、できることを僕らにもしたいなというふうに思ってます。なんでね、今後も本当に不安な気持ちがあるときは僕らを頼ってもらっても構わないですし、一緒にこう前を向いてですね、アクションできるような感じにしていければいいかなというふうに思ってます。はい。それではまた次回お会いしましょう。See you next time. Bye bye.